バレリー・プレーム、バレリー・エリス・ウィルソン、結婚前の生命パレリー、エリス・プレームは、作家、元 CIA 秘密工作員の女性である。1963年に、アラスカ州アンカレッジに生まれる。ペンシルベニア州立大学を卒業後、CIA にスカウトされ、バージニア州の研修所で訓練などを受ける。その後、ボストンにある CIA による架空会社の社員となり、 海外出張という名目で大量破壊兵器の調査などの任務を行っていた。夫、ジョゼフ・ウィルソンとはワシントン DC で出会い、1998年4月3日に結婚した。夫、ジョゼフはイラク戦争においてブッシュ政権の主張する大量破壊兵器の存在に批判的であった。だが、そのためそれに報復を試みたアメリカ合衆国政府により、 2003年7月14日に彼女が CIA の工作員であるという身分を漏えいされた。これにより彼女は活動ができなくなってしまった。事件の詳細はジョゼフ・ウィルソンの回顧録ザ・ポリティクス・オブ・トゥルース・バレリー・プレームの回顧録フェア・ゲームとして出版されている。プレーム事件は映画フェア・ゲームとなり第63回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門に正式出品された。ナショナルボードオブデビュー賞では表現の自由賞を受賞している。ありがとうございます。